で、今度の9月で6歳なんですね。そうですね。大体1週間前に気が付いたけど、足の付け根が腫れてる。うん、結構ね、元気はまあまあたまに動く。食欲がないっていうのは全然食べない。少しだから。いやー、もう全然食べてくれないんで。最後に食べたらいいですかね。ほら、2、3週間、そうなんですよね。排泄物からさ、うん、そうそう、排泄物性も、もうしばらくできない。はい、違いです。はいはいはい、体重測ったことあります？あ、体重は最近測ってないです。昔は測ってて、あ、だってどのくらいだった？ここ1週間でだいぶ大きくなってます。そうですね、もうだいぶ大きくなりました。もう最初、本当あるかわかんないぐらいの大きさ。あ、そんなんだったの？はい、うん、1週間前の。そうですね。これさ、オリオちゃん、待ってて。そうだよね、オリオちゃんは、オリオちゃんはまだ下帰れるんで。ごめんね、ごめんね。大好物、点滴してたから。これはちょっと、これかわいそうだな。もし1週間前がさ、すごいちっちゃくて、1週間でこんなバッと大きくなってるんだったら、うん、腫瘍でもさ、良性と悪性とあるじゃないですか。うん、悪性は結構早いです。あ、そうなんです。で、年齢がいってから出る腫瘍は、ゆっくりなんです。だけど、もう5年過ぎてるじゃないですか。そうですね。だから、5年過ぎれば死んだからさ、ちょっと早いかもしれないですね。うん、で、今からしてあげたいことは、もうちょっと死んでください。死んだ子の色みたいに、どんな色してるんだろう。点滴外れてるからね。ごめんね、セラちゃん。こんな感じの色なんですよ。見ました最近。色薄いでしょ。あ、薄いですね。めちゃくちゃ薄いですよね。こんな白くなかったですね。もっと赤みがかったピンク色が健康な時はね。ということはすごい、まあ、食べられてないのもあるんだけど、貧血してるし、それからこっちに栄養を取られてる。なるほど。可能性があります。で、まあ、とにかくね、一回レントゲンを取らさせてもらっていいですか。はい、で、特性のものだと、近くのリンパ節とか骨とかから肺に転移する場合もあります。でも、時間ない場合もあります。そこら辺を確認した上で、はい、写真撮ってどうしたらいいか。だけど、撮影でもね、こんなに1週間も2週間もご飯食べてない子はさ、デカは考えで、手術すると、そんで死んじゃう可能性があるから。あ、そうなんですね。まずは食べさせてやること、気を得る、生活の質を上げて、あげることを優先して治療しておかないといかんかなと思います。まあ、レントゲン撮ってこの場で現像しますから、はい、ちょっとじゃあ写真撮らさせてください。で、費用は初心しました。初心が840円で、レントゲンが3000円、はい、それはかかりますけど、大丈夫です、はい。じゃあね、ちょっと待ち合いでお待ちいただいていいですか。はい、お願いします。